大阪のビル放火殺人事件、谷本森夫容疑者が入院先で死亡、動機などの全容解明困難に、大阪、北新地のクリニックで起きた放火殺人事件で、一酸化炭素、CO、中毒による蘇生後脳症と診断され、意識不明の重体だった谷本森夫容疑者、61歳、月30日午後、入院先の病院で死亡した、大阪府警が明らかにした、 谷本容疑者の刑事責任を問うことはできなくなり、動機などの全容解明も見込めなくなった。事件は17日午前10時15分ごろ、大阪市北区曽根崎新地にある8階建て雑居ビルの4階に入る、西梅田心と体のクリニックで発生。消防隊の到着時、クリニック内にいた患者ら26人は奥の診察室側で、いずれも身体停止の状態で倒れていた。 谷本容疑者は出入り口側で倒れており、最初に救急搬送されたとみられる、捜査関係者によると、谷本容疑者も身体停止状態だったが、大阪市内の病院で治療を受け、人工身体装置を使って、一旦蘇生へ。しかし、それまでに十分な裾が届かなかったため、脳に深刻な損傷を負い、蘇生後脳症と診断された、府警によると、 意識が戻らない状態が続いていたが、30日午後7時5分、死亡が確認されたという、患者ら26人のうち、25人は死亡、残る女性1人は重篤な状態が続いている。府警は谷本容疑者が計画的に大量殺人を図ったと見ており、今後、供述以外の証拠を集め、容疑者死亡のまま、殺人と厳住建造物等放火容疑などで書類送検し、 大阪地、県道不起訴にする。